同じくすごいなと思ったのはハイボール缶。これも普通のと濃いめのあるじゃないですか。普通のも濃いめのもめちゃくちゃ黄金比率なんですよ、ね、いやあれ濃いっすよ。でも僕もあれ飲むじゃないですか、ベロベロ酔っ払うんですよ、ね、あれね、あれいい飲み方は割と大きめの氷に注ぐんですよ、はい、あそうするとちょうどいいんですよ。割らなきゃダメですよね、あれ、ね、あれ割らなきゃダメです。あの直感で行くんで、直感はダメですよ。濃いめなんか飲んだ日にはもう こんな危険なもの出して僕はあの濃いめを直感じゃなくて氷に入れて飲むの、はい、あいいですね。いいあそうやっぱりそうか、そうなんです。